パスで効果的に。はい、どうもグリドットでございます。本日はね、この選手紹介していきたいと思います。最近ここだけを飛ばす人が出てきてるらしいです。え、そりゃそうだわ。うるせえやつはうるせえもんだって、こんな。はい、ということで改めまして、プレイヤーモーメンツのセルジオ・ブスケス選手をね、紹介していきたいと思います。まあ、この選手はね、ただいま SBC で作れるような選手となっておりまして、17万から18万ぐらい作れるような選手となっております。はい。で、身長189センチ、役割式普通、守備式高い、利き足右、スキルムーブ3、逆足3となっております。はい。ね、この選手、まあ、ペース、パス、ドリブル、守備、フィジカルがね、80ぐらい、後半となって、まあ、平均的に高いような選手となっておりますと。まあ、アンカータイプというか、まあ、ボランチタイプというか、そのようなね、守備的な選手になるかなと思っています。はい。で、通常と比べると、ペースが爆上がり。だから、バルセロナファンの人とかはもうエグいと思う。はい。で、選手特性はチームプレイヤーだけとなっておりまして、で、ケミなんですけども、一応今、シャドウはつけていますが、個人的には、火付け役とか、つけてもいいかなと思いました。うん。ちょっと後で紹介するんですけどね、パス部分ちょっと上げてもいいかなって、個人的には思ってます。まあ、守備じゃなくて、パス部分でも、個人的にはいいかなって思ってるので、まあ、パスでいろいろしたい方は、うん、そっち繋いだ方がいいかなと、個人的に思いました。ペースは確実に上げた方がいいかなと思ってます。はい。で、スカットなんですけど、まあ、スペインでラリーガなんで、まあ、ミドルゲームもめっちゃ作りやすいし、まあ、メッシとも繋がるし、まあ、めっちゃいいと思います。はい。個人的にめちゃめちゃいいと思います。ゲームに関しては何も言うことない。あとは、使い勝手ぐらいかな。うん、ということで、動画早速行きましょう。はい、ということで試合動画見ていきたいと思います。まずね、良かった点一つ目からいきたいと思います。で、良かった点なんですけども、まあ、左右に振り分けられるショートパスの精度というところで、まあ、なんでパスっていう限定しなかったというと、まあ、この選手ね、ロングパスは普通だなって思うことが多いんですけど、ショートパスはうまいですね。うまいって個人的には思いました。うん、視野もね、ある程度あるし、まあ、逆足で蹴ったとしても割といいとこも行くし、ショートパスに関してはね、本当にうまいっていう印象がありました。なので、この選手使うときは、ロングパスを使うんじゃなくて、基本的にショートパスで、何かしらパスを送るっていうのが、個人的にいいと思いました。うん。中央からね、右にも左にもどこでも行けるので、うん、縦へのパスでもめっちゃうまいし、この人に関してはショートパスは、不自由はなかったです。はい。で、最後見てほしいんですけど、ここ。仮の穴を通すような縦パス。いやー、ここめっちゃ気持ちよかった、本当に。ここね、本当に多分視野とかそういうのなかったらちょっときついんですけど、ここもしっかり通してくるので、かなり良かったです。はい、ということで良かった点二つ目ですね。まずこのセルジオ・ブスケツですね、割とボール取ることに関してはしっかり取ってくれるような印象ではございました。なんか変にね、足が弾いちゃったりとか、変なとこに行っちゃったりとか、なんかめちゃめちゃボールがブレたりとか、そういうのがなかったので、そこら辺の安心感は非常にあるのかなと思いました。ここら辺をしっかり取って、前線に走りに行って、走ってで、縦パスもショートパスもうまいので、いいパスを送って、で最後決めるところで決められずっていうとかあったんですけど、まあ、そういった部分でもできるので、ディフェンスに関してはね、そういった部分では安心なところはあるのかなっていうのは思います。こういうところも取っちゃうし、まあ、緩いパス、速いパスでも割とね、取ってくれる印象はあるので、この選手に関してはそういった点ではいいかなと思いました。で、悪かった点一つ目ですね。で、もっさり動くスピードの遅さというところで、この選手やっぱりね、上がったといえ現環境でやっぱ遅い。ちょっと遅いかな。やっぱり今強い選手いっぱいいると思うんで、速い選手で。ちょっと半歩ね、前に出られると、もう抜き去られていくっていう感じのイメージがあるので、ちょっときつい部分はあります。この辺ちょっと気にしないといけないかなと思いました。はい、ということで比較をしていきたいと思います。まあ、この選手なんですけどね、今180万ぐらい作れるというところでございました。で、スキル3で逃げて、足は3という感じで、まあ、能力的には、まあ、
平均ぐらい、うん、良くもなければかもないっていう感じではあるんですけど、まあ、パス部分はやっぱりさすがだったかなと個人的には思ったりはしています。うん、ショートパスはかなり俺的にはめっちゃいいかなと思いました。はい、っていう感じで一人目隠していきたいと思います。一人目ですね、フリーズのマルキーニョス選手です。これは SBC 使われた選手でございます。まあ、180万ぐらいですね。まあ、割と本当に似てて、もうマルキーニョス選手と、まあシュート部分ぐらいかな、シュート部分、まあ他もあれか、ほぼ勝ってる部分であるんですけど、まあ、ブスケツ選手の方が若干重いようなイメージがありました。まあ、身長が高い分ね、その分なんか、重いっていう感じは、やっぱありましたね。ハイアンドアベレージなんですけど、やっぱ189ぐらいまであると、やっぱ重いっていう印象が強かったです。はい。で、マルキーニョ選手はこんな感じでございました。はい。で、二人目なんですけども、セリアのフリーズのキエリニ選手ですね。17万1000円です、今は。はい。で、この選手なんですけども、まあ、ドリブル、パス、シュートっていう部分では、やっぱり、セリオ・ブスケツが勝っている。で、キエリーニはやっぱりセンターバックとして使うことも多いし、まあ、セリオ・ブスケツもね、割とセンターバックでも使えるっちゃ使えはするかなとは思います。ただまあ、ボランチが一番最適解かなとは思うので、ボランチの方がいいとは思うんですけど、まあ、キエリーニもね、一応ね、ボランチ、まあ、センターバックどっちかっていう感じでありました。で、キエリーニよりかは軽い。うん、このキエリーニよりかは軽い。でパスもうまいっていうのがセルジ・ロベルトなのかなと思います。はい。なのでまあ KD により高いってことはまあ180万が190万ぐらいは確かにありなのかなとは思いました。はい、っていう感じで、3人目ですね。で3人目なんですけども TOTGS のキミヒ選手と乗ってますと。でやっぱりキミヒ選手とね比べるとペース部分かな、まあそれ以外もやっぱ高いな、キミヒ選手いろんな部分が高いかなと思います。うん、あとやっぱ軽いし、やっぱ刈り取り性能も高い。ただまあ足が遅い部分でやっぱ気になる部分はある人はいるのかなと思います。うん、その部分はあるかなと思います。ただこっちの方が個人的に若干足遅いっていう部分あるんですけど、軽いですね。やっぱ軽い。身長低いし、ランだしっていう部分もあるし、まあそこら辺は好みかもしれないですけど、個人的にはキミヒ選手の方が使いやすい。ディフェンスに関しては使いやすいのかなとは思いました。はい。まあだからまあ178万っていうのは大体妥当なのかもしれない。180、20万。まあそれぐらいがやっぱ平均ぐらい。かなの選手かなとは思いました。はい、という感じで最終評価いきたいと思います。はい、ということで最終評価していきたいと思います。まあ、ブスケツ選手ですね、まあ、割とパスに関しては本当にうまいっていうか、もうショートパスマジうまいわっていう感じの印象でした。うん、それは本当に感じました。うん、ただペース部分がどうなのかな、ただボランチ使うならね俺ねありやと思う、これはっていう感じの印象でございました。という感じでセルチオ・ブスケツ選手の最終評価は星3つです。ということで、まあ、やっぱりこのゲームはねやっぱペース部分はねやっぱ気になるかな、やっぱり、うん、やっぱもうちょっと必要かなっていう部分あるんですけど、ただなんかボランチ使う人だったりとか、なんか本当にバルサスカットでブスケツそこに使ったりとか、そういう人にはめっちゃ合ってるような気がする。うん、やっぱ再現高い気がする、俺的には。っていうのは感じました。まあ、個人的には自分は3ですけど、人によってはね、めっちゃ総力、総合評価上がったりはするような選手なのかなっていうのは個人的には思いました。はい。という感じで、この動画がもし参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。